首なし鳥マイクは首をはねられた後も18ヶ月間生存していたことで知られるアメリカのオンドリである。1945年9月10日にコロラド州フリュータの農家ロイドオールセンの農場でロイドと妻のクララが屠殺を行っていた最中、1羽の鶏が首をはねられた。通常ならそのまま絶命するはずであったが、その鳥は首のないままふらふらと歩き回り、 それまでと変わらない羽繕いや餌をついばむような仕草をし始めた。首を失っても動き続ける奇妙な鳥を見たオルセンは一晩様子を見ることにしたが翌日になってもこの鳥は生存し続け、そのありさまにロイドは生肉市場に占めた鳥を売りに行く時に首のない鳥も連れて行き、人々に首がなくても生きている鶏がいるかどうかとビールをかけた。その結果、 首のない鳥の噂が広がり、地元市の取材を受けるほどになった。2週間後、見せ物小屋のプロモーターに呼ばれ、ロイドと鳥は約4 8 0トル離れたユタ州、ソルトレークシティを訪れた。ロイドはユタ大学にマイクと名付けた鳥を持ち込んだ。科学者は驚きの色を隠せなかったが、それでも調査が行われ、マイクの軽動脈が凝固した血液で塞がれ、 失血が抑えられたのではないかと推測された。また、老幹と片方の耳の大半が残っているので、マイクが首を失っても歩くことができるのだという、推論に達した。その後、プロモーターは、夫婦とマイクを連れて、アメリカ中を工業に回った。その結果、首のないまま行き続ける奇跡の鳥はたちまち評判となり、マイクは、 ニューヨークやロサンゼルスなどで見せ物として公開された。話題はますます広がるとともに、マイクも順調に生き続け、体重も当初の2ポンド半から8ポンドに増えた。大手雑誌のライフなどに紹介されることとなった。マイクの周遊はクララによって記録されており、現在も保管されている。マイクは自ら食べ物を食べられなかったため、喉から管を通し、 ロイドがスポイトで水と餌を与え注射器で喉から粘液を除去していたが1947年3月工業中のアリゾナ州フェニックスにおいてマイクは餌を喉に詰まらせロイドが工業先に給仕用のスポイトを忘れたため餌をかき出すこともできずに手の施しようもなく窒息して死亡したマイクの死後ギネス記録に 首がないまま最も長生きした鳥として記録された。ひとたび名声が確立されるとマイクは相当の牛といった他の動物たちと巡業を始めた。彼の写真はタイムやナイフなど数多くの雑誌と新聞に掲載された。農家の主人は首のない鳥を生かしておくことで多少の非難を受けた。 マイクの出し物の入場料は25セントであり、1ヶ月に4500ドルの収益を上げた。彼自身の値打ちも1万ドルであった。マイクの大成功は、これを真似た鳥の首切りブームを巻き起こしたが、その中で1から2日以上生きていた鳥はいなかった。マイクと一緒にホルマリン付けにされた鳥の頭も展示されたが、それはマイク本来の頭ではなかった。 元の頭はすでに猫に食べられたということであった。後に、いくつかの動物愛護協会の委員がマイクを調査し、マイクに苦痛はなかったと断言した。当時、以下のような動揺が生まれたマイクの故郷である古板では、毎年5月の第3週末日を首なし取りの日として、エッグレースなど地元民のお祭りにしており、 首がなくても生き続けたマイクの生命力を称えている。ありがとうございます。